三大怪獣地球最大の決戦。三大怪獣地球最大の決戦。三大怪獣地球最大の決戦は、1964年、昭和39年12月20日に公開された、日本映画、ゴジラシリーズの第5作であり、空の大怪獣ラドンとモサラ対、ゴジラの直接的な続編にもあたる。制作、配給は東方。総天年食。 東方スコープ。平映作品は、花の江戸の無責任。初回興行時の観客動員数は、前作、モスラタゴジラを81万人上回る432万人となった。1964年12月公開予定だった、赤髭、黒沢明監督の撮影が長引いたため、正月興行用に急遽制作された作品である。ゴジラ映画で、正月は、 シリーズ初のことだった。このような経緯から、1964年、昭和39年は、ゴジラ映画が2本制作された初の年となり、54年後の2018年、平成30年に3部作アニメーション映画のゴジラ2作が、約半年のスパンで公開される。ま、ゴジラ映画は、基本的に年1本が原則だった。ゴジラが初めて、善玉として描かれた、ただし、 モスラのように完全な人間の味方ではない。つまり、これ以前とは立場を変えることになった作品である。同時に、常に人類の脅威であるゴジラを描くという作品姿勢も天気を迎え、以降のゴジラシリーズは怪獣同士の格闘劇がある字になっていく。一応、防衛隊、自衛隊は登場するものの、戦車や戦闘機などを使った作戦は実施していない。 シリーズ最大の悪役、仇役とされている、キングギドラが初登場した作品でもある。タイトルの三大怪獣とは、地球の三大怪獣である、ゴジララドン、モスラのことを指しており、ゴジラシーズでは初めてタイトルから、ゴジラが外れた宇宙超怪獣である、キングギドラのことは含まない。本作では、地球側の三大怪獣が互いに、種族は違うものの、鳴き声などを通じて、 明確な意思疎通を行っている。怪獣たちの最終決戦の場は前々作、キングコング対ゴジラでも採用された富士山独周辺であり、輸出を意識したロケーションとなっている。このような富士山を背景にしたクライマックスシーンは次回作、怪獣大戦争やさらに後年の怪獣送信撃でも見られ、いわゆるお約束的な場面を確立した。 東京タワーと当時完成して3年目の横浜マリンタワーがキングギドラの引力光線で倒壊するカットがある。本作のストーリーはローマの休日から強く影響を受けている。撮影助手で参加していた河北幸一によればキングギドラの葬演には工夫が要された。詳細はキングギドラ三大怪獣地球最大の決戦を参照上。 終盤の三大怪獣との戦闘シーンでは一つの画面に収まりきれなかった。ラドンの上にモスラが乗ったり、ゴジラのお先をモスラが加えて移動するのは一体ずつ距離を置いて取るのが難しかったためであるという。異常気象に見舞われた日本。1月にもかかわらず猛暑が続き、連夜流星群が地球に飛来する中、一つの巨大な隕石が黒ベダム付近へ落下した。 時を同じくして、警視庁の振動刑事は、極秘来日する、セルジナ広告の猿の王女の護衛を命じられたが、彼女を乗せたチャーター機は暗殺者の仕掛けた爆弾によって墜落する。その後、金星人を名乗って、地球の危機を訴える、断層の女性が東京に現れ、ラドンの復活やゴジラの出現を予言するが、信じる者はいなかった。 神道は男装の女性が死亡したはずの猿の王女だと確信し単独で捜査を開始する。その頃、テレビ出演のために日本を訪れていた小美人たちは予言を信じて船に乗ることを避ける。神道の妹の直子は男装の女性を保護して横浜市内のホテルに宿泊したが、セルジナから来た暗殺団も彼女を猿の王女と見抜きホテルを襲撃する。 そこへ、阿蘇山から出現したラドンと船を襲って海から現れたゴジラが上陸して戦闘を開始し、小美人たちの起点もあった暗殺団の計画は失敗する。神道たちは、猿の王女の精神疾患を疑い、彼女を富士山麓にある精神医学の家に、塚本博士の研究所へ連れて行くが、診察の結果は正常と出た。実は、猿の王女には、 金星文明の滅亡を避けて地球へ逃れてきた金星人の地が流れており、それが予知能力を発揮していたのだ。間もなく5000年前に金星を滅ぼした宇宙最強の怪獣キングギドラが姿を現すと、語った猿の王女の言葉通り、黒毛ダムの隕石からキングギドラが誕生する。日本各地を荒らし回るキングギドラに対抗するため、装備人は、 インハント島から守護神モスラを呼び、モスラは自分と力を合わせてキングギドラと戦うようゴジラとラドンに呼びかける。ゴジラとラドンはモスラを拒絶するが、キングギドラに単身戦いを挑むモスラの姿に心を動かされ、加勢する。こうして三大怪獣の猛攻を受けたキングギドラは、ついに空の彼方へ逃げ去る。暗殺団はキングギドラが起こした落石によって全滅し、 猿の王女も自我を取り戻す。すべてが終わり、猿の王女は振動に抱いた淡い恋心を明かすと、静かにセルジナへの帰国の途についた。モスラと小美人もインハント島への帰途につき、初めて人類との全面交渉を回避できたゴジラとラドンは海を渡るその姿を岸壁から見送るのだった。映画クレジット順、ハリウッド四方に買い取られ、 ゴドラ、ザスリー、ヘッダドモンスターとキングギドラを歌う題名となっている。アメリカ側で再編集され、ゴジラが太平洋に出現した際、ラドンが上空へ飛来したことになっている。音楽も一部差し替えられている。キングギドラが滅ぼした文明は、5000年前の金星ではなく3000年前の火星に変更されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。